どうも、占い師のゲッターズです。アシスタントの奥万です。さあ、本日は岐阜県の30代後半男性、はい、お願いします。すごい、もう潔がいい。何？30代後半男性、本田さん本名ですね。本名来ましたよ、本田さん。いや、マジ本田さん頑張ってほしい。30代後半、はい、今片思いをしている相手がいます。あら。今年の1月に自分が今の会社に入社し、今年の6月に入社してきた女性がいるのですが、初めて会った日から気になっています。先月に連絡先を交換して毎日 LINE をしていて、1週間に1回ぐらいですが電話で話したりもしています。お相手には子供が2人いて離婚するのが決まっています。なので出かけたりなどはまだできていません。電話で離婚の話のことや子供の話をしてくれるんですが、もう恋はしないと本人は言っています。会社でも部署は違うのですが、話す機会はたまにあるので 声をかけて話したりしています。このまま相手のことを思っていてもいいのか悩んでます。そっか、なんかいいのにな。本田さん、バツイチなんのかな。わかんないよ、それが本当かどうか嘘か。え、子供が2人いるってことは。いや、その離婚するってのは決まってるって言うけど、決まってないパターンあるでしょ。元戻るかもしんないじゃん。そっか、うん、まあ不安なのかな、あっちの人も。本田さん、うん、応援したいよ俺。本田さん相性見ましたが、はい、本田さん、結論から申し上げますが、この人はないと思います変化、理屈っぽいところで相性いいっていう部分は一箇所あるんですが、はい、彼女は確かにお互いバツイチなら推しみたいな彼女は持ってるか。どうですか。そうですね、本田さん自体が一目惚れするっていうのは、まあ、一目惚れする推し持ってるんで分かるんですが、彼女はお友達付き合いから恋をしたいって出てるので、一旦友達になって多いと思います、しっかり。あ、で彼女の運気的には今年、来年離婚する推しは確かにあります、はい、ただ、ブランキーに入ってから乗り越えるってパターンがあるので、ただ向こうの旦那さんとの相性分からないので、もし乗り越えてしまったら絆が強いっていう判断になるので、本田さんとの縁は難しいと思います。で、本田さんとこの彼女の、見てみると結婚してもうまくいく星は持ってないので、この方ではないと思います。じゃあいいじゃない、うん、よかったですね、はっきりしたい。来年2020年21年に初めて出会う方の方が本当おすすめなんですが、お、まあ、好きだって気持ち持つことはありがたいの、あ、いいことなので、うん、あ、好きにさせてくれてありがとうと思うだけで別の方は見といた方がいいと思います、うん、頑張ってください、はい、以上ゲッターズでした。ごくまでした。